雨メ横丁。雨メ横丁は、日本の一地名。東京都台東区の JR 東日本、岡地町駅上野駅間の山手線の、高架橋西側と、高架下の約500メートルを中心に約400点を有する商店街である。正式名称は、雨メヨ商店街連合会であるが、雨メ横丁のほか、雨ヨ上野雨メ雨コ、商店街などと、 通称されることが多く、商店街の看板にも、飴横と表示されているものがある。商店街が、飴屋横町という名前で呼ばれるようになった由来は、諸説あり、終戦後の砂糖が手に入りにくかった時代に、マーケット周辺で露店を出した中国からの、引上げ社会が飴を販売し、甘みに飢えた人々の間で大好評を、博したからとも、芋飴を売る店が並んだためともいう説がある。 もう一つは、アメリカ新中軍の放出物資を売る店も多かった、ことからである。現在でも、アメや横丁とんやがいには、アメなどの菓子類を売る店がある。それが、いつしかアメや横丁の呼び名が縮まり、アメ横と、通称されるようになっていったと言われる。もともとは、民家や長屋がひしめき合う下町特有の住宅街、御か町を参照であった。 国鉄の変電所があったことから空襲により被災を避けるため強制的な建物疎開が行われた。しかし、東京大空襲によって周辺一帯は焦土と化し、第二次世界大戦後はバラック建ての住宅と店舗、そして盛り場では屋台や露店で商売をする人々が目立ち始めるようになる。これらは公の営業許可を受けないため闇市と呼ばれ、 アメ横があるところもその一つであった。配給が十分に行き渡らないため民衆はそこに集まり、十分なモラルがない中で、様々な人間が、多種多様な物資を肯定価格の10倍ほどの値段で、売買しており、それらに群がる、クレン隊や暴力団などが入り乱れ白昼の発砲事件なども起き、その度に、MP、米陸軍憲兵と、 警察が対処に当たるというような状況が続いていた。1946年、昭和21年、手を焼いた当局、上野警察署と台東区役所が近くの実業家、近藤博吉に頼み込み、現在アメ横センタービルの建っている三角地帯に80軒の商店を収容した近藤マーケットを作らせた。近藤マーケットは出所の怪しいものを排除して出店させたため、 アメ横はようやく正常化へと向かっていった。その後マーケットの周辺では中国からの引き上げ車が露店を出すようになり、現在あるアメ横のルーツとなった。なお、東上野に現在も残るキムチ横丁は、この時アメ横から移転した韓国人、朝鮮人が作ったものである。1982年、昭和57年12月21日に、旧、 国鉄上の変電所跡にアメ横センタービルがなした。この頃の1980年代に入ると、各家族か、年末に地方から帰郷する子供の数が激減したが進んだことに伴い鮮魚を扱う店が減少していった。代わって、若者向けのスポーツ用品店や都市型薬品店、1987年7月1号店、が1990年代に目立って増えた。また、 アメ横センタービルの地下は中国や東南アジアの食材が売られており多くの中国人が買い物に訪れるため店員も中国人が多く中国語が飛び交うようになった平成になって目立ち始めたのが閉店セールである実際には毎日閉店セールと称して通行人に叩き売りのイメージを抱かせて販売しているその他つまみやチョコレートなどを専門に1000円で 山盛りサービスといったパフォーマンスを披露して販売している。魚屋の呼び込みでは一年中マグロや鮭の切り身を千円で、どう行く人に声を受けて販売している。これらは一見の客を対象に売られているものの、昭和時代と比べて品質の極めて低いものはなくなりつつある。現在は食品、主に魚介類や乾物、衣類、雑貨、宝飾品などの店が、 業種ごとに集中している。特に年末には、正月用の生鮮食品などを買い求める人たちでごった返し、普段は商店街の端から端まで歩いて十分程度のところ、この時期は数十分を要するほどの様相を呈すこの様子は報道番組やワイドショーを中心として、テレビやラジオで年の瀬の風物詩として中継出る。 年末が近づくと多くの店が正月用の食品を取り扱うようになり、用品店など年末に特に売り上げが上がらないもしくは混雑で売り上げを落とすような店は閉店して、まがしするため通りは大きく様変わりする。魚介類などの生鮮食品を中心に扱う店舗が集まっている場としては他に築地市場とその周辺があるが、築地市場そのものは東京都の施設であること、 築地市場は業者向けの卸売りの量販をしたいと、すると、場外と呼ばれる小売店でも、基本的に値引き交渉をしないことが前提となっている。一方のアメ横は、一般消費者向けの小売りが主体で、時には店員との交渉次第で安く買えることが特徴である。年末には、毎年1日あたり50万人ほどの人出があり、日本各地から観光客も押し寄せる。 普段は1日10万人程度特徴としては、他の日本各地にある商店街と違って、地域密着型ではない。魚屋の店先でダミ声で鮭やマグロを売っている場合、大抵値引き対象の品である。その他の魚に関しては、表示通りの価格で取引されたり、普通は客がいくら、いいねを言っても相手にされなことがある。しかし夕方近くなると売れ残った商品の叩き売りも、 見られる。年末になると多くの店は正月用品が目立つようになる。用品や雑貨などを売っている店は休業し店先を貸すこともある。鮮魚などは普段の2倍近くで売りに出されることもあり、一方割引もある。果物なども傷物に限り、店頭に半値以下で並ぶ以外安くなることはない。化粧品など昭和時代低価販売でメーカーのものは 取引されていたがアメ横では2割引きで売られていた。その他、化粧品やブランド品など高価な時計や雑貨がガード下で売られている。昭和時代は偽物やレプリカ品ばかりであったが、現在はその影はほとんどなく本物志向になっている。アフリカ系やアジア系の人が経営する医療品店やブティックが増加中で、2015年になると外国人が経営する店は、 アメ横全体の1割に当たる40店になる。40件いずれの店もアメ横商店街連合会に所属し、会費も払っている。このような外国人の経営する店の増加に対し、アメ横の雰囲気が変わってしまうと懸念する声もあるが、同連合会広報部長は、アメ横には闇市の雑多な店舗が活力になった歴史がある。変化を受け入れつつ共存し、 商店街を盛り上げていけばいいと話している。2013年上半期に放送された NHK 朝ドラアマちゃんでは舞台の一つとなりアイドルユニットアメ横女学園の練習場として東横町にあるアメ横センタービルが登場した。また同年11月上旬の連休には関連イベントも行われた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。